んにちは、かいこうじです。今日はですね、またクラウドファンディングの面白いプロダクトをご紹介したいと思います。今日ご紹介するのはね、これなんですが、はい、イージーキャストゲームハブ。これはどういうものかというとですね、スマートフォンの画面を大きなモニターとかテレビに映してゲームができるっていうゲームハブになります。これをね、ご紹介したいと思います。これはですね、コンピューテックス D&I アワード2019というのを受賞している、まあ面白いプロダクトなので、ぜひぜひね、説明聞いてもらいたいんですが、これはゲームハブという、まあ、名前の通りですね、ゲームを出力してやるのに特化したプロダクトになってます。どういうことかというとですね、まあ中身ちょっと見せましょう。はい、ダーン、こんなのが入ってます。これでスマートフォンと接続してテレビとか大きなモニターに出力できるんですけど、ちょっと一個一個ね、説明していきましょう。はい、まずこの USB のタイプ A がありますけど、ここから電源をこのゲームハブに、 EG キャストに供給して、スマートフォンはですね、普通のお使いのこういうケーブルを使って接続します。 iPhone に挿して、もう片方を EG キャストに挿します。はい、これでスマートフォンとの接続は OK です。電源供給はこういったモバイルバッテリーでも大丈夫なので、これで電源供給してみましょう。はい、これで OK です。では、今度はこちらの先ほど接続したこの EG キャストの方はですね、もう2つ USB の端子がついていて、ここは何かというとですね、マークが書いてありますが、マウスとキーボードを挿すことができます。つまり大画面に映し出したスマートフォンのゲームをマウスやキーボードを使って操作することができるんです。これがね、すごく画期的で、この EG キャストの売りの部分だと思います。そんでここまで接続できたら、この HDMI の端子を接続したいテレビとか大型のモニターに挿す。これだけでスマートフォンの画面を大型のテレビとか大型のモニターに、もう大型じゃなくてもできるんですけど、出力することができます。付属品はですね、この EG キャスト本体とマニュアルになってます。この EG キャストなんですが、ゲームをやる以外にもですね、スマートフォンをそのままミラーリングで、まあ、映して使うっていうような用途にも使えます。だからスマートフォンの画面を大画面に映して、それをこう操作して使うなんていうこともできますし、暗号化されてない映像でしたら、例えば YouTube とかだったら大画面に映してそれをミラーリングして大画面で視聴することもできます。でキーボードとマウスについては、ゲーム以外でも使うことができます。キーボードはですね、カスタム設定でかなりフレキシブルにカスタマイズできるんですけど、まあどうやってカスタマイズするのかというとですね、キーボードを押した時にどこをタップするかっていうのをフレキシブルに設定できるんですよね。だから例えば A を押したらこの辺をタップとか、 Enter を押したらここをタップとかカスタマイズできるんです。めちゃくちゃ便利ですよね。マウスについてはカーソルが動いてカチッとクリックすることでタップができます。はい、じゃあですね、公式のサイト見てどんなプロダクトかちょっと詳しく説明した後に、実際にモニターにつなげて、まあゲームね、普段やらないんですけど、ちょっとゲームやってみたりミラーリングで動画見たりしてみたいと思います。こちらが幕開けのサイトになるんですが、 EG キャストゲームハブのページになります。現在集まってるのが109万8900円、支援者102人で残り10日ほどになってますね。スマホゲームをテレビや PC 画面で楽しめる、キーボード、マウス操作を可能にしたゲームドックハブで、専用アプリでキー配置を好みカスタマイズできます。これがね、すごい便利ですね。快適な操作で思い通りのプレイが可能で、出力が臨場感あふれる高画質フル HD 対応ということで、出力された映像はかなり綺麗です。ミラーリング機能搭載で動画鑑賞もできます。スマホでずっとゲームやってたり、まあ LINE とかね、メールとかもそうですけど、スマホずっと使ってるとスマホ首になるんで、長時間スマホをね使うような方は大画面に映して操作するっていうのはいいかもしれませんね。まあ特にゲームは長時間やると思うんで、画面に映してできると体の負担は減ると思います。スマホ版ゲームは思い通りに操作できない、そういうゲームでキーボードマウスで操作できたらっていうことなんですよね。そこで登場したのが EG キャストゲームハブなんですね。この写真を見ると分かりますけど、スマホを接続してマウスとキーボードで操作してます。まあマウスだけで操作するようなゲームもあると思うんですけど、これでゲームの操作がかなりやりやすくなったりすると思います。キーボードとマウスで快適にプレイ、ゲームによってはね、バチッとハマるんじゃないでしょうか。でキーボードはちなみにカスタムできるんですけど、有名なゲームに関してはもうそのキー配置が作られているものも多くて、例えばマインクラフトとか PUBG はもうキーボード配列がカスタマイズされたものが出てるので、それを簡単に使うこともできます。専用アプリでキー配置をカスタマイズ、こんな風に細かくカスタマイズできるってことは、どんなゲームにもカスタマイズ次第で対応できるってことなんですよ。これはね、すごくいいと思います。これもちろんゲーム以外にも、例えばビジネス系のアプリで、まあ
そこまでね、スマホとかそれこそ iPad に向き合ってやるような作業があるかわかんないんですけど、がっつり作業があるような方なんかはもしかしたらビジネスシーンとか、まあこのゲーム以外にもアイデア次第では使えるんじゃないかなと思います。あとここ結構気になるんですけど、強力なマクロ機能があって、画面タップとかスライドとか一連の操作を記憶させることができて、対応キーを押すとその操作をやってくれる、だからコンボができるんですね。これがね結構便利なんじゃないかなと思います。 YouTube 鑑賞もできるし、単純にスマートフォンで撮った動画なんかを大画面で映したりもできるし、他のアプリもミラーリングで大画面に映して使うこともできます。暗号化されたコンテンツ、例えば Netflix とか Amazon プライムなどはミラーリングできないので、そこは注意してください。臨場感あふれる高画質フル HD 対応、フル HD で出力できるので大画面でやってもかなり綺麗でした。後でちょっとね見せますけど、 iPhone と Android 端末に対応していて、 iOS は 8.0 以上、 Android は 7.0 以上で使えるみたいです。スマホを充電しながらプレイできるので、何時間遊んでもバッテリー切れの心配がありません。接続されたスマートフォンにも電源が供給されるので、スマートフォンの電源は気にする必要はないみたいですね。接続方法ここに書いてありますね。まあ簡単です。マウス、キーボードつなげて、まあこれつなげなくてもミラーリング自体はできます。iPhone、Android をつないで、HDMI で画面に接続して、USB からパワーを供給すると。もうね、使い方はね、めっちゃ簡単なんですよ。専用アプリの1ビットをインストールして、ケーブルを接続、アプリを立ち上げて、キーボードの設定、スマホを立ち上げて、ゲームプレイ。こんだけです。本当に簡単です。本体サイズはもうこんな感じになってますね。あんまりね、サイズ気にならないと思うんですけど、素材はアルミニウム合金、HDMI の 1.4、USB 2.0、電源が 5V 2Ah、解像度が 1080p60 コマと 720p60 コマで出力できます。重さが 130g ですね。はい、こちらにリターンがずらっと書いてありますけども、気になる方は、早ければ早いほど、まあ、安く買えるので、ぜひぜひ下の説明欄チェックしてみてください。はい、という感じなんですけども、じゃあ実際に、モニターにつなげて、ゲームとかミラーリングして動画を見てみたいと思います。じゃあですね、Easy Cast Game Hub を、このでっかいモニターに接続して、スマートフォンを映し出したいと思います。ワイヤレスキーボードとワイヤレスマイクは動作保証外なんですけど、一応まあ僕はこれで、これしか持ってないんで、ワイヤレスで使います。で、さっき動作確認できたんで大丈夫かなと思うんですけど、まあ一応公式にはワイヤレスは動作保証外になってます。キーボードとマウスのレシーバーをつけて、HDMI の入力にガチャッと挿して、よっ。はい、もうこれだけで簡単ですね。ランドスケープにするとこんな感じです。じゃあここからはですね、この画面を見ながら説明していきたいと思うんですけども、1ビットこの公式アプリを開きますとこんな感じになってますね。ここにキーボードテスティングとあるんですけど、これを押すとこんな感じでマウスが使えるのが分かりますでしょうか。でボタンをクリックすると対応したところが反応してくれます。キーボードも全部そうですね。キーボードも押したところがちゃんと反応してくれてます。このキーボードテスティングをしてから、各ゲームのキーボードのカスタマイズとか、まあオリジナルのカスタマイズを作っていくんですけど、とりあえず PUBG モバイル US というのが入ってるので、これをオープンしてみましょう。これは PUBG に最適化されたもうカスタマイズがされてるってことですね。さらにカスタマイズする場合、または、全く新しく、カスタマイズでキーボードの配列を作る場合は、アジャストボタンを押してみてください。アジャストボタンを押すと、はい、こんな感じで、アジャストって言って、まあ、画面にこうやってフィットさせてくれるんですけど、ここでいろいろカスタマイズします。まあ、ボタンとか、ムーブ、ビジョン、カーソル、カスタマイズのセーブ、それから前の画面に戻ったり、イメージをここに当て込んだり、マクロを設定したりってことですね。いろいろ細かく配置されてますけど、これは X ボタンを押すとここがタップされる、 D を押すとここがタップされる。キーボードを押すことでタップする場所を決めることができます。で、この配置は簡単にこのスマートフォンを触るだけで動かすことができます。動かした後はここで OK かって聞かれるんで、 OK だったら Yes を押してください。で、これを戻す場合は Restore ですね。で、これを消す場合は Delete になります。とりあえず戻しましょう。これでセーブして、名前をつけてバックで戻ります。これだけでカスタマイズのキーボードのタップの配列ができます。じゃあこれを実際ゲームで使ってみましょう。で、スタートゲームを押すと PUBG モバイル US が入ってる場合は立ち上がって、スタートしてくれるみたいなんですけど、日本版の PUBG のオフィシャルはまだ出てなくて、それを順次対応していくってことだったんですけど、とりあえず使いたい場合はこのスタートゲームを押してみてください。そうすると
アップを利用できませんって、まあもちろん US 版を入れてないんで利用できないんですけど、このゲームスタートを押すことによって、ここにさっきカスタマイズしたこの項目が出ました。これをアジャストして、アジャストボタンを押すことで全画面に表示されました。これで PUBG が最適にプレイできるはずです。PUBG モバイル入れてみました。これをやってみましょう。はい。これマウスも今使うことができてます。じゃあちょっとこの遅延をね、まず見てみましょうか。出力された画面とスマートフォンの画面で遅延どうでしょうか。ほとんどないですね。うん。遅延があるとゲームやるのに結構厳しいんで、遅延が少ないのはグッドだと思います。じゃあちょっとゲームやってみましょう。スタート。キーボードで動かします。キーボードを押すと、はい、動いてくれますね。見えますでしょうか？はい。押すとですね、ちゃんとここに対応したボタンをタップすることになってます。例えばここだと、マウスのクリックでパンチできるんですけど、マウスをクリックするとパンチしてくれます。便利ですね。おお、こんな感じでキーボードでできます。ちょっと PUBG やったことないんですけど、軽くね、プレイしてみたいと思います。さあ、飛び降りる感じになってますけど、E で飛び降りられます。押してみましょう。E。おー、できた。じゃあ、ここからはですね、キーボードでちょっとプレイしていってみたいと思います。さあ、さっき試しに1回だけプレイしてみたんですけど、こういうゲームね、本当にやらないんで、どうなんでしょうね。とりあえず、頑張ってみます。ゲーム、これ2回目なんで、ちょっとね、まだどこを押すとどうなるかっていうのも全然分かってないんですけど、とりあえずね、遅延は全然気になりませんね。お、乗れる。あ、T か。おー、来た。あら。今、バギーに乗ってみたんですけど、まさかのそのバギー運転するキーボード配置がされてなかったんで、運転できませんでしたね。とりあえず、誰か敵が出てくるまでちょっとやりたいと思うんですけど、なんかね、武器がね、ないとやばいっすよね。武器が欲しい。武器がないと。お、なんか、出た武器。おー、ヘルメット。よし、これで、撃てる感じ？おー、いいね、いいね。ただのピストルか。結構きついな。よし、これで、ワンキル目指します。とりあえず、誰か探さんと。いた！どうやって？おーい、ワンキル。これなんだろう？これ取れんのかな？こんな感じですかね？お、誰かいた。目指せヘッドショット。待て待てー。あれ、今どこ入った？どっか入っちゃった。ヘッドショット2キル。とりあえずなんか初心者モードみたいになってるのかもしれないけど。うわ、カマだ。いる？これカマ。いや、こういうゲームもやってみるとね、意外と面白いかもしれない。ただね、ゲームはもうほんとやる時間が結構ないと、ですよね。あんまりゲームやってる時間はないだろうな。もう一回ぐらいちょっと敵と遭遇したら、やめましょうか。うお！バイクだ！これも乗れちゃう感じですかね。さっきだって車乗れたもんね。アイテムもある。バイク乗りたい。でもさっき車乗った時に対応するキーが設定されてなかったんで、スマホでやんないとあれだけど、これ手で行きますね。ゴー！サイドカー付きしかも。え、めっちゃいいじゃん。うわ、危ない危ない。やべ。あ、なんか屋根乗っちゃった。ジャンプ。あれ、バイクどっか行っちゃった。あ、壊れちゃったのかな。残念。PUBG って結構自由度が高いゲームなんですね。なんかこういう FPS のゲームは昔あったね、Doom っていう PC ゲーム以来ですね。ファーストパーソンビューで。いや、とりあえずちょっと夢中になりすぎて、録画が止まってましたね。今とりあえず3キルしました。3キル目はカマで。カマでね、3キルしましたけど。さあ、もうちょっとやっておしまいにしたいと思いますが、またバギーに乗って移動します。このバギーで移動して、
あ、誰かいた。あそこでなんかやってる。このね、運転は、キーボードの配列でなかったんで、スマートフォンでやってるんですけど、こいつ引いたらどうなんだろう。おら。おーい。うわ、やば。めっちゃ、撃たれてる。引いたら勝てるのかな？うーわ、負ける負ける。とりあえず下車して、あー !4 キルならず。PUBG 結構面白いっすね。はい、こんな感じですかね。じゃあ YouTube を見てみましょうか。YouTube をタップして、はい、YouTube はこんな風に縦で表示されるんですけど、ちょっとなんか再生してみましょうか。レーシングカーをドローンで撮ったこの動画をちょっと見てみましょうか。こうすると AirPlay に接続しましたと出るので、これでもう画面に表示されてくれます。はい、表示されましたね。こんな感じで表示することができましたね。バッチリです。はい、というわけで今日はですね、こちらの Easy Cast Game Hub ご紹介させていただきました。いや、面白いプロダクトでしたね。キーボードでカスタマイズして、まあゲームもできるし、ゲーム以外にも使い道結構あると思いますし、あと、マウスはですね、ゲーム以外にも、まあ普通にカーソルとして動かして、クリックをタップに置き換えることもできるので、ゲーム以外でスマートフォンを大画面に映して、マウスで操作するなんていうこともできるので、面白いなと思いました。はい、気になる方がいましたらですね、下の説明欄からクラウドファンディングのページチェックしてみてください。またこういったクラウドファンディングの面白いプロダクトとか、ドローン系ガジェット系の動画たくさん作っていきますんで、よかったらチャンネル登録して次回の動画を見てください。あと LINE、Twitter、Instagram もやってますんで、よかったらそちらも説明欄からフォローしてもらえると嬉しいです。さよならー。